はい、皆さんこんにちは。ラジオでオフショーの時間がやってまいりました。お相手はいつものパーソナリティ米田明と、はい、そしてアシスタントの竹村まりです。はい、今日もですね、はい、ワイワイ言いながら、はい、やっていきたいと思いますが、まりちゃん、はい、早いもんやね。もう1月終わりやて、はい、ほんまに。この間明けましておめでとうございます言ってた気しますけどね。そうやね、なんかお正月が、はい、ね、最近はその晴れ着も少ないし、はいはい、とかなんとかかんとか言ってましたね。ついこの間やあれ言ってたね、はい、まあ、なんかあっという間に過ぎてしもて、はい、まあ今年はね、はい、私は、できるだけゆっくり歩くよと言ってました言ってたな、言ってました。正月早々言ってます。え、なんか言ってたな、そういうことな。年末にも言ったはずです。もうこれ以上あんまりゆっくりしてくださいって言ったはずです、うん、はい。でも1月済んだけどあかんな走りまくったはずじゃないですかいやいや、はい、もう2月も何や知らんけども、はい、ほぼ予定が詰まってる。どういうことですか。いやいやいや、倒れますよ。そうやな、はい、もうほんまにちょっとゆっくり歩くことを考えないかな、はい、あんまり考えてへんと思うけど、はい、のっけから今日は反省です。はい、さてこの番組ではリスナーの皆様からのお便りやご質問などお待ちしております。ファックス番号が 075-253-6901 075-253-6901、 e メールの方が info@radiokabe.jp info@radiocafe.jp です。どうかどしどしメッセージを寄せください。はい、ね、はい、今反省ですって言いながら、はい、なんか猿でもできる反省とかやったよね。いや、私も反省ですっていうところでそれ想像してました、ね、反省は誰、はい、でもできるにはそれを実行せないいかんにゃ、ほんまに、はい、あんまり実行しやらないと思います、まはいはい、じゃあ、はい、今日も元気にいきましょう。はい、米人脈ということで米さんの人脈でゲストを迎えましてお話をしていきましょうというコーナーです。はい、今日もですね、はい、素敵なゲストの方をお見えいただいております。はい、ご紹介いたします、はい、フラワーショップカズの久田和康さんにお越しいただいております。はい、久田さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。会社名は、はい、シオンというお名前なんですよね。で、はい、で僕一番最初お目にかかった時ね、はい、シオンっていう何屋さんかなと思ってね、はいはいはい、でなやっぱりお花屋さん、フラワーショップというのはね、もちろんわかるんですけどね、はい、このシオンという名前はどっから付けはったんですか。いや、シオンもまあお花の名前なんですね。そうですか、はい、すみません。いや、シオンですごくまあ、地味なんですけど、綺麗な、強い、はい、なんかこう踏まれてもまた咲いてくるような、そういう、はい、あ、そういうのでこう、もう負けないぞっていうかこれで僕が花のこと全然分かってないから、はい、ちょんばらになってますが、それで、まあ、その今のフラワーショップ、まあ、いわゆるお花屋さん、はい、フラワーショップカズっていうんですね、はい、KAZ かな。そうです、ね、はい、フラワーショップカズということ、はい、4店舗あるって。そうなんですよ。すごい、今、ね、はい、どこでやったんですか、ね、ご紹介ください。4店舗、はい、まあ、宇治の小倉と、ね、小倉いうことは近鉄の小倉 駅、ね、はいはい、そこも改札で3歩ぐらいで。あ、すごい改札だと、はい、すごいですね。あと、木津川市、これもまあ近鉄の山田川駅なんですけど、ね、あ、山田川ってありますね、はい、アルプラザですね、はいはい、はい、あと、伏見の第五、これもアルプラザ第五、第五のアルプラ、はいはいはい、で、山科にあります。これフレスコさんの川田店なんですけどね、はい、あ、川田店、大石道の方の、五条通りの方だね、どっちか言ったら。あ、そうですね、まあ、五条からちょっと南下がった辺にありますですよね、はいはいはい。あ、そうですか、はい、すごいですね、4店舗も。いやいやいや、結構そういうね、スーパーというかそういう中にも入ってはるということ で、ね、やっぱ僕らも、はい、スーパーとかそういうとこ行った時に、はい、花屋さん必ずありますもんね。 ありますね、はい。で、まあ、僕はね、ほんまにさっきも言ったように、はい、花全然あかんねんけどもほんまに、はい、あんまり続きをせんといてな、まりちゃん。はい、わかりました久田さん、これご自分でその今のお花屋さんはお始めになった。そうなんです、自分で創業しました。あ、そうですか。すごい。もともとは何をやりやったんですか。もともとね、僕ももう米田さんと全く一緒、全くも花にも知らん、興味なかったんですけど、はい、トラックの運転手をしてました。ほう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 。全然花に関係なかったんですけど、あんまりもう興味がなかった、全然。そうですね、もう知ってる花を言ったらもうチューリップとか桜ぐらいしか言えない。あ、僕と同じレベルでそんなレベルで、うん、はいはいはい、なんですけど、まあ、はい、そこにたまたまそのお花の市場からの仕事が入ってきまして、はい、放送の方のお仕事でね、産地、はいはい、へ行って花を集荷してくるっていう仕事、うん、でそれで生かされたのが私だって。
でそれがそもそもの始まりだったんですね、はい、でもうそうやってあの岐阜やら愛知の方の産地をずっと回って花を集めて一番を持って帰ってくるというそれやってるうちにだんだんとちょっと花に興味を持ちまして、はいはい、なるほどこう例えば運んでると花ってのは結構種類が多いもんやなとかそうですよねもうねいろんなもうそうです場所によっては蘭ばっかり作ってるとこもあるしなるほど観葉植物の、ね、専門とかもあるし、うんうん、でもちろん草花もあってでまた時期が変わったらねお花の種類も違う、はい、そういうのを毎日毎日こう接してるうちに、うん、すごくやっぱ花の魅力というかねなんかたくましく咲、はいはい、あの咲いてるのもあるし、トゲがあって毒々しいのもあるけど、うん、そういうのはやっぱ強さとか、はいね、やっぱりあのもちろん華やかさやら香りやら、はい、そういうの見てるうちになんか花っていいなとなんか全くこう興味の中で自分でさえも、はい、すごく花の良さみたいなにこうちょっとこう魅力みたいな、すごいなるほどねいやいやなっちゃいまして、はい、その花の良さってどこなんですか花の良さはもう何でしょうね花の良さ、まあうん、いやもちろん綺麗とかね、はい、あの香りがいいとか、はいろいろそれはあると思うんやけど、はい、やっぱどこに惹かれますか花の見た目はもちろんですけど、はい、やっぱりそのなんか言葉ではあれですけど癒されるっていうのをやっぱ自分で感じやっぱそのね華やかさやら香りで癒されるし、はい、またこう何もないところから芽が出て葉っぱが咲きそして花が咲くというそのたくましさというかなるほど、はいね、で毎年ちゃんとこう、うん、ちゃんと生きてるんやなっていうのを、ね、やっぱり そういうののなんかこうたくましさも自分で感じて、うん、花って素晴らしいなと、なるほど、ね、見た目の美しさだけじゃなくてその生命力みたいなのも感じて、うんうん、ほんでな全く花に興味の中で自分がこんだけ花の良さみたいなのに感じないからこれもっとやっぱり他にも広めたいなと、うんはい、あのやっぱりみんなにいっぱい知ってほしい、あなるほどねすごい、はあはあはあ、そのためには花をしなあかんなと、はい、あそこ行くのかそうそうすごいな、ね、方向がびっくりしましたね、はあはい、もうトラックのうんちゃんがもう一大決心して、はあ、よし俺は花屋になるぞっていうすごい、はい、普通はね、はい、そのこれすごいな花好きやな言うたら、はい、いわゆる趣味なんですかいや花ですねってそういうレベルで終わってしまうな、うん、そうですよね家にいっぱいだからガーデニングやったりさ、ねはい、なんかやってでそれで楽しむという、はい普通やけどそれを花の魅力を広めたい、ね、だから花屋をやるにゃってこれすごいね、そして4店舗も、ね、すごいまあ実際しかしなかなか それ何年ぐらい前ですか、はい、そうやり始めもう創業して23年目に入ったんですよ、そうですか、もう若い時からなるほど、ねはい、20代でやったんでまあ、なかなかでもなかなかねそういう一念発起できへんけど、ねはい、で実際まあそれで花の魅力をこう広めていくというまあ大げさな言い方したらそうなのかも分かりませんがそういう意味ではどうですかお仕事やっておられてやっぱり手応えと言ったらおかしいけどやっぱり花の魅力をどん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 広めていけてますか、そうですね、でまあ今はちょっとそこよりもう少し成長しまして、うん、やっぱり花ってねこう必ずあの文化とかにもこう関わってるっていうかね、はい、なるほど、あの言うたら端午の節句に消防を飾ったりね、はい、桃の節句とか、はいはいはい、で必ずお彼岸にはお墓参りの花とか、うん、必ずこう僕らのね、はい、文化というか生活にも関わってるんで、うん、やっぱりそういうのでこうちゃんとあの皆さんに知らせていかなあかんなという、うん、このね2月の節分とかやったらまたこうヒイラギをね、はい、あの刺したりとかそういうのはい、じゃあ何のためにするかとかねそういうのはやっぱ僕らも教える役割っていうか自分らの使命やと思ってるんで、なるほど、ね、あの勝負をね、はい、あの匂い勝負をか、ね、お風呂に入ってとか、はい、そういうのもやっぱり何のために今の人はやっぱり知らないですからそういうのやっぱり自分らが教える役割やなっていう、はい、そうですね、奥深いんや、ね、奥深いです、はい、そうなんですよ、うん、やっぱ僕なんかほんまにねあの恥ずかしながら花の種類も知らんし、はい、まあ、別に嫌いなわけではないんだけど、はい、そうですよね、はい、だけど嫌いな人いないですよ、まあ、花はね、でも、はい、もらうこともなければ、まあ、はい、あげることも少ないな、あ、そうそう、いっぺん聞きたかった、あのね、はい、あの祇園なんかの、ね、飲み屋さんでね、はい、例えばそのママの誕生日やとか、はいはい、なんとか言ったらあのあれなんて胡蝶蘭、胡蝶蘭、はいはい、あればっかりずらー並ぶやん、ね、あれ結構高いでしょ、あれ高いですね、なんでみんなあれ胡蝶蘭やねんと、あれ不思議でしょうがない、あんないっぱいもうたってもろた方だって嬉しないと思うけどな僕、いやもらわんよりは嬉しいかもしれへんけれど、いやいやそらもらわんよりはそらだけどね、はい、なんか店によったさいくつもいくつも来てたりするやん、はいはいはい、私はいつも胡蝶蘭は切り花にしてって言いますけどね、うん、だからみんな なんで胡蝶蘭なんですかねあれは
まあ、やっぱ高いから、まあ、ちょっと、まあ、ねえ、まあやっぱり一応お花の中ではあれが、まあね、王者みたいなところで、ね、そういうことありますよね。見えみたいなもあると思いますけどね、うん、まあね、見えみたいなね、はい、うん、あると思います。でもやっぱり僕なんかはちょっとへそ曲がりな方やから、はい、同じ送りになったら違うやつの方がええなと思うけどね、はい、そうですね、おしゃれなんとか来た方が私は、もし、うん、僕だからそういう持って帰って飾れるとかね、うん、だから観葉植物みたいになって、はい、そんな大きいんじゃなくて、あ、いいですね、ちょっとこうね、置いといてもらうなんていう、はい、そうやったら長いことね、はい、使ってもらえるしね、うん、なんていうのがええかな思ったりするんですけど、ね、まあ、そんなん考えるのも楽しいですけど ね、 ね、はい、うん、まあまあでも本当にあのね、 夢のあるお仕事というか、はい、人に夢を与えるお仕事、そうですね、癒し与えられるんで、ね、すごい素敵なお仕事、ね、いやいや本当に どうぞぜひですね、え、もうこれ4店舗がまだこれどうですか、これからどんどん店舗増やしていくという、まだまだその花の魅力を広げるために、おー、すごいな、素晴らしい、必死ですけどね、いやいや、もうぜひね、そうやって広めていただきたいと思います、はい、今日はどうもどうもありがとうございました。ありがとうございました。ということでね、はい、まりちゃん、本当にね、はい、こう花って僕もあんまり知らんねんけどもね、はい、さっきから何遍も言うてますが、はい、でも嫌いなわけじゃなくて、やっぱ花の匂いとか、はい、たまに、うん、やっぱその癒しという、さっきおっしゃってたけど、はい、癒しの部分って必要やな。癒しです ね、 ね、あか、どういう、やっぱりそういうのは花の魅力を感じながらゆっくりせない、いかにゆこっちゃ、ほんまに、そうそう、ほんまにゆっくりしてください、はいはいはい、ゆっかさん、お便りいただいております、はい、この間ね、あの声優さんの時のお便りですね、そうですね、はい、もちろんヨネさんもマリちゃんもええ声ですよって、アダルトな放送楽しみにしてますって言ってました、ね、ありがとう、ええ声で、もうええか、いちごやみたいな、はい、あとジンノさん、あ、うん、ジンノさんかな、うん、ヨネさん、マリちゃん見させていただきました、今回は映像で楽しんでいますってことでね、見られてると思うとちょっと恥ずかしいけどね、はい、声だけやったらいいけど、そうなんですよね、うん、ちょっとね、ユーストリームで流れていたりするので、はい、番組を始める前がちょっとだけ流れないところがあるんで、声が、うん、で番組を始める前は2人で何を話していたのかなとか言って面白かったりますね、そうかそうか、はい、なんかちょこっと映ってるんだな、そうなんですよ、1分ぐらい映ってるんですよ、おとなししとこう、気をつけないといけないですね、はい、そんなとこですか、ありますか、はい、はい、はい、そんなことでですね、はい、もうワイ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 言うてるうちに、これ時間がね、やっぱり前と30分あった時とちょっと違うので、はい、段取りが、ね、はい、ほなお便りいただいたから、あ、もう一個言うときましょうか、うん、清志さんですね、役者志望の米さん、はい、何役演じてみたいですかっていうことですね、さっき言われて越後やじゃん、もうええか、それでいきましょう今回いただいたこの方は、はいはい、ゆっかさんと清志さんと朝ちゃんさんと神野さん以上です、はい、いろいろねお便りもいただいてまして、はい、まあ、ゲストの方に質問いただいたりですね、はい、また我々の方にもいただいたりもしてますけども、ね、はい、まあ、できるだけですね番組の中でご紹介しながらいきたいと思います、はい、てなこと言うてるうちにですね、ぼちぼちお別れの時間も近づいてきたように思います、ほんまにあっちゅう間に、1月も終わりということで、はい、もう何やか言ってた来月から、来月は来週から2月というようなことになります、はい、節分ですよ、はい、あ、そう、豆まきや、豆まきしてください ね、 ね、皆さん、皆さん、お庭、外、福はうち、はい、もうね、豆まきなんだ、ま、間違えんといてくださいそうそうそう、はい、間違えんように、はい、そんなことを言いながら、はい、まだ元気にですね、あれも節分っていうのはやっぱ大晦日なんで、人のやっぱ年のね、変わりに、ね、旧暦で言うとそうなんでね、そう、旧暦で言うとこれがお正月ですね、はい、だからそういう意味ではぜひ いい年を、はい、お迎えいただければね、はい、というふうに思いますので、はい、また来週皆さんとですね元気にお耳にかかりたいと思います、はい、お相手はいつもの米田明と竹村真理でした。それではまた来週までごきげんよう、さよなら。